チューブ道具店の動画。こんにちは、百州ブログ店のうがです。やってますか？おー、出ました、今月も剣道日本10月号、見てください、この表紙ぶっ飛んでます。今日は全国の高校生のために 100% お話しします。なんで高校生のためにお話しするかというと、今月号のね、剣道日本さんがこれ一冊丸ごと高校生のために作ってあるんですよ。大人全部無視、今回はそのぐらい全部高校生のために力入れて作ってくれてます。まあ毎年ね、10月号っていうのは高校のインターハイの特集をやってるんだけどね、今年はまあコロナでインターハイがないじゃない。でどうしたか、仮想インターハイとして全国の、まあ、春先に行われた予選のね、4位までの高校に仮想インターハイへの意気込みのインタビューと、それぞれの選手を、それぞれの選手の得意技を動画にして送ってくださいっていうね、そのね、壮大なアンケートをしたんです。それが丸々今月号の一冊。一冊丸ごと高校生のためって聞くと、また大げさなって思うかもしれないんだけど、そんなことなくて、今月だったら114ページあるうちの99ページ、これが全部高校生のために書かれてる記事なんです。で、力入ってるでしょ？ここからはね、なんで今年インターハイがなかったのか、まあ、コロナのせいでしょって言っちゃうと簡単なんだけど、そこをちょっとね、深掘りしていきたいと思います。夏のインターハイっていうのは剣道だけじゃない、もちろんいろんな競技あるんだけど、全国高体連が主催して30競技34種目開催されるそうなんです。夏のインターハイをね、やるやらない、中止するしないっていう決断は全国高体連の理事会で決まるんだけど、その中の理事の中のお一人、専務理事の奈良隆さんへのインタビューが今月の96ページに載ってます。まず最初にね、この記事読んで書いてたのが、インターハイの中止は団長の思いだったっていうところなんです。もう自分の腹渡がもうぶち切れるぐらい苦しい、悲しい決断だったってことをまず書かれてます。それでまあ簡単にね、流れを話すると、3月の6日の段階では全国高体連としてもインターハイね、やる方向だったんで、やる方向でも4月に入って全国に緊急事態宣言が出ました。これでちょっと厳しくなってきた。そして、まあ、5月の末に決めればいいやって思ったんだけど、それを前倒しして4月の末に中止の決定があったっていうことなんです。その理由は大きく3つありました。1つ目2つ目はまあ想像できるところだと思いますけど、3つ目はね、僕もこれを言われると、ああそうかってやっぱりちょっと納得せざるを得ないぐらいの理由でした。で、1つ目は移動のリスクです。これはインターハイが開催されるので、その現地まで行く移動の間、それと宿泊の間、そこでどうしても感染リスクが高まってしまう、これはもう分かります。2つ目は学校がお休みになってたことで部活動できてない、練習できてない、そこで急に始めて怪我しちゃうんじゃないかっていう問題。そしてね、やっぱりね、これ3つ目なんですよ。奈良さんも3つ目を非常に大きく受け止めたって書いてます。それは何かっていうと、医療機関の逼迫した状況にあるって言うんです。これどういうことかというとね、毎年その30種目ぐらいあるインターハイをやると、夏にやると救急車が100回ぐらいバーって動くことになるんだって。救急車を、そのインターハイやってる間、まあ、いろんな競技含めてね、熱中症で倒れたとか、怪我した、骨折した、いろいろあると思うんだけど、100回ぐらい救急車が動くことになると。それも分かってるんです。データで分かってる。で、この、今年は、ただでさえ、医療機関が、医療の現場が逼迫してるんです。もうコロナの患者でバッタバタしてる。そんな中、インターハイを開催して、今年も同じように100回救急車を動かすことになる、そういう決断ができるかってことなんです。これはもう理事会としてできないっていうことになって、その理由はやっぱり安心安全を確保できないからなんですよ。そこで話最初に戻って、仮想インターハイっていうことになるんです。だから今月号ね、もうほとんどね、もうなんか大会のパンフレットみたいになってます。だから本屋さんでびっくりしないでね、本屋さんでこれ見て、あれなんかパンフレットみたいなんだけどって言って、戻さないでください。でも棚に戻さないでください。今月号の本当の価値は立ち読みじゃ分からないです。なぜかっていうと、今月号はね、紙面だけじゃなくて動画と連動してるんです。お得意の動画と連動してる。これどういうことかっていうと、この動画をパシャリとスマホで読めば、この各
選手たちの得意技の動画とか、全国のよ、もうめちゃくちゃ入ってます。全国の選手の得意技とかインタビュー動画とか、そういうのが見られるようになってます。むしろ本当の価値はそっちの動画の方にあるんです。でもやっぱり高校生だから、個人情報保護の観点から動画は一般公開されてないんですよ。されてない。この剣道日本、買った人の読者限定でアンケートなども行われてるんですよね。だから買わないと見えない。そして最後に、まあどんな動画があったかお見せして終わろうと思うんですけども、その前に最後一つだけ裏話が載ってるんです。その編集の方、やっぱりねすごいアンケートは膨大な量でした。大変でした。でも報われたって書いてるんです。それどんな一言だったか。それはアンケートの回答文に、出場できてよかった、本当のインターハイはなかったけど仮装だとしても出場できてよかったっていうね、回答をいただいたところがあったんです。もうそれをもう見た瞬間、胸に迫るものをもう感じてね、わーんってわけですよ。よかったね、今月もね。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。